は天下の回り者。まず握ります。犬千代様、刑事、松目が特製の幕の内弁当、さあ、たんと召し上がれ。今日もうまそうだな。松、早速いただくぞ。悪い、松姉ちゃん、ちょいと用事があってさ。説教なら昨日聞いたし、明日もまた聞くからさ。待ちなさい、こら刑事。まったく、刑事には未だ前田家の当主たる自覚が足りませぬ。まあ、そのうち分かる時も来るだろう。さあ、腹もいっぱい、出陣だぞ。待つ、やりおくれ。はい、犬千代様。前田の家と加賀の民を守るため、松目もこの薙刀存分に振るいましょう。戦への探求は尽きることはなかねえ。おいが鬼で、おまはんは桃太郎、遠慮はいらんぞ。誰だてめえ。俺がこの薩摩の番人じゃ。逃げろ。助けてくれ。ナンバシャット薩摩隼人が逃げんじゃなか。その程度で武士を名乗るなど、とてもとても。よこぞ無事帰り、今宵拙者と組み交わそうではないか。何の成果も得られませんでした。相手じゃ命がいくつあっても足りねえ。敵方などまことにあっけないものですな。怖い怖い、無理無理、お家に帰して。よう戻ってきたとね。まずはゆっくり休むがよか。こうもたやすく見つかるとは、引くしかないか。薩摩隼人は虎に勝って一人前よ。おまはんらもダメとよか。虎など少しばかりいかつい猫だと思えばよいのだ。始末様の戦下手にはもうついていけないよ。情けなか。おまはんらの臆病棚にあげるんじゃなか。この戦どうせ負けたって、逃げるが勝ちよ。後ろ傷が不明よ。まあ普通はそうであろうな。敵はおまはんより強か。命削らんね。承知いたしました。兵法も剣も道理は同じじゃ。抜く前から勝負は決まってんと。つらいな。背の傷なんかより笑いをこらえるのが。ヤツの疲れ衰えるはずだ。その兆しを見逃すな。クソが、始末様に合わせる顔がねえ。がむしゃらは今だけじゃ。重々を大切にせんね。なんの、さらに険しき戦場とて乗り越えてきたわ。
ヤバいのがそっち行きます。誰にも腰抜けなんて言わせない。五郎丸殿をもふもふさせてくだされ。理想が血を求めておる。お見逃しを。我らはただ怖くて隠れていただけで。松、大丈夫か？肌でも揉もうか。犬千代様の温かきお言葉が松目の一番の薬になります。島津という異形など今の老いにはもったいなか。
おいはただの鬼、名もなき一匹の鬼じゃ。いつぞやは刑事が大変お世話になりました。島津殿のおかげで刑事もようやく一つを大きくなれたようで。刑事殿が強気になったと。了か、礼に一つしあってもらわんとね。島津先方、釣りの伏せじゃ。おまはんら罪じゃ。島津様に用事か。悪いことは言わねえ、引き返しな。うちの軍も栄養管理してほしいな。よか、このままおいばぶった切るつもりで来んねえ。死んだふりすればいいんだ。うん、一人の武人として道警の念を抱かずには折れませぬ。せらんよ、あの日かか、おいもよ。やはり島津殿はお人よしが一番。いや、なんでもなか。この世はなんと思い通りにいかぬことか。違うと言った。行き回る気は終わらない。おまはんと立ち会うと何かが見える。また頼むぞ。人も国も支える柱は職にある。前田利家が妻松以後よしなに。刑事、いつまで経ってもフラフラと。あなたには当主としての心構えが足りません。だから悪かったって。ところで松姉ちゃん、あのさ、足利義輝ってどう思う？足利様？そうですね、日の本を滑る責任を放り投げ、いたずらに国を乱すなど、上に立つ者としては未熟なお方かと。厳しいね。でもさ、刑事、前田家当主としてあのようになってはいけませんよ。うん、わかった、肝に銘じとく。じゃあ先に行くよ。なんだ刑事、今日はやけに聞き分けがいいな。犬千代様、刑事は何か隠し事をしているのでは。まさか刑事。川中島にて武田上杉両軍による決戦が行われております。豊臣を追われた砂人が今なお逃亡を続けているとか。いいお茶だ。いいお手前じゃねえか、侘び助。竹中半兵衛が秋を手中にしました。ぐーしゃー。
ちいち叫ぶなやかましい。さあ天下三兵衛の揃い踏みだ。楽しく行こうか。お尋ね者です。ウィニーハンでしょう。